今月11日からの春の全国交通安全運動を前に出発式が行われ、神戸市出身のフィギュアスケート女子の三原舞依選手が交通安全を呼びかけました。私の地元兵庫県から交通事故をなくしましょう。フィギュアスケート女子で去年12月のグランプリファイナルを制した三原舞依選手は、春の全国交通安全運動の出発式に参加し、兵庫県警から一日交通安全大使に任命されました。三原さんは今年4月から努力義務化された自転車のヘルメット着用の啓発を行ったほか、白バイやパトカーなど車両部隊の隊員を激励しました。これからも毎日元気に過ごしていただくためにも、交通安全にしっかり気をつけてお過ごししていただけたらいいなっていうふうに思います。警察によりますと、特に4月から6月にかけて小中高生の自転車利用による死傷者が増える傾向にあるということです。春の全国交通安全運動は今月11日から20日まで実施されます。